はい、こんにちは、足立区秋田大賀ジムの武井です。ここまで本当にすごく順調に来れたので、あと2日、しっかり気を引き締めて頑張りたいと思います。以前からつながりのある対戦相手になったわけなんですが、比嘉大吾選手の印象、今横にいらっしゃいます、改めてどうでしょうか。印象、そうですね、やっぱこう試合決まってから初めてお会いするんですけど、やっぱいつもと変わらないこのニコニコした感じなんですけど、そこに騙されないように自分が先を持って倒していきたいと思います。では最後にぜひ意気込みをお願いいたします。はい、5月の試合ではバチッと倒しきれなかったので、今回は大吾さん、すいません、バチッと倒させていただきます。ありがとうございました。ではチャレンジャーになります、比嘉大吾選手に伺いたいと思います。いよいよこの北バンタン久しぶりの世界戦になったわけなんですけれども、コンディションなどはどうですか。そうですね、沖縄県から来ました比嘉です。やっぱり体重も順調に、練習もしっかりできてきたので、万全な状態で、はい、挑みます。先ほど、武井選手からはニコニコした顔には騙されませんという話がありましたが、どうですか、久しぶりにお会いして印象どうでしょうか。やっぱ仕上がってる骨格と、はい、やっぱ仕上げてきたんだなっていう、もう黒いし走り込んできてるなっていうのは分かります。では最後にぜひこの世界戦の意気込みをお願いします。この全試合の中で一番いい試合をしたいなと思います。そうですね、はい、どんな試合展開は、本当に自分の距離と自分が当てたいパンチをバンバン当てて倒れてもらいます。すいません、KO で、絶対 KO で決着になるだろうなとは思うので、本当にそこは皆さんぜひ楽しみにしていてほしいなと思います。じゃあ比嘉さんからお願いします。やっぱり武井君はパンチ力一番、そこに目が行く部分もやっぱ KO 率から見てあると思うんですけど、やっぱ距離感が、自分の中では結構評価してる部分もあるんで、遠い距離から踏み込んできたりとか、そういう距離感が上手い選手だとは思ってるんで、そういうことを見越しながらいろいろ練習してきてた、してきたんで、僕も倒す練習しかしてこなかったんで、よろしくお願いします。野木さん、大吾とはずっと一緒にトレーニングしてきた仲でもあり、仲間でもあるのですけれども、今回は、こういう立場で、しっかり割り切って、敬意を持って戦いたいなと思っております。そうですね、僕は現役の頃からずっと野木さんに指導を仰いでおりまして、またトレーナーとしても先輩になるので、それこそ野木長司トレーナーの頭の中をですねしっかり考えた上で、大吾の性格も大体分かっているので、そういう意味も含めて武井といろいろプランを練ってきたので、そうですね、見てる方がびっくりするような展開になるんじゃないかなと思っております。非常に仲間意識の強い、同志みたいなきついことをや積み重ねていくと、絆が生まれると、そういう間柄ではありますけれども、大吾は頭を下げてあります。やっぱりですね、当日のリングに上がる瞬間には、どう猛な獣みたいな比嘉大吾と、それの手綱を引く、トレーナーみたいな、メンタルに瞬時に切り替えて、やりたいと思います。そして、一瞬で終わるような決め手を持つ2人の試合なので、いつ終わるか分からないという、そういうドキドキ、いわゆるいい試合になるとだいぶ勝ち目も出てくるかなと思っていますので、いろんな作戦をその都度駆使しながら、状況を見極めて戦いたいと思います。